やーす、ドン引きされてこー、アイジです。というわけで、また皆さんアイジの部屋に戻ってきてくれてありがとうございます。ドン引きされてこー。というわけで、今回はですね、なんとマリナさんとまた YouTube コラボさせていただきました。なんと9分いや10分にもなる超対策のタクトレになりますので、皆さんぜひ一緒にやってみてください。ドン引きされてこー。というわけで、音の方はですね、マリナさん、ダーウィンが決めてくれて、今回動きの方はアイジの方で、つけさせていただきます。ドン引きされてこー。というわけで、はい、なんか3分ずつあるんですけれども、ほぼね、だいたい最初がロック調で、2つ目がね、まあ本当潤いって感じで、まあ、3つ目はね、爽やかに、まあ、有酸素っていう感じなので、あのね、このね、9分10分の中にいろんなドラマがありますので、結構丹精込めて今回ね、計算してムーブメントを作らせていただいたので、ぜひ一緒にドン引きされてこう。というわけで、はい、今日はね、そして皆さんにちょっと一個、お願い事があって、この動画を回させていただいてます。チャンネル登録をしてほしいです。もう一回言います。チャンネル登録をしてほしいです。おいっちにおいっちにおにいちどんびきされてよ。そうなんですよね。はい、この YouTube、 そう、今回マリナさんたちとコラボね、させてもらって、じゃあうちのチャンネルも席座りしてくださいよとかね、また言わせていただこうかなって思ったんですけれども、なんかこう、こちらがこう湧き上がってくるものがあるときはいいんですけれども、もう私今回マリナさんたちのとのチャンネルの9分間10分間に私はかけましたので、今回もうあれが今ある私のセクササイズなので、別にこちらにね、また新たになんか振り絞って、しかもわざわざマリナさんにまたやってもらう必要なんてない。ドン引きされてこー。そう、というわけでね、だからこのチャンネルは特にこちらはコラボとか今回はないんですけれども、でもなんか、別にセクササイズとかじゃなくても、またマリナさん、そしてダーウィンにうちのチャンネルのコンサルをしてほしいです。もうちょっとこうした方がいいよとか、もちろんアイジはアイジだよとかいう意見もあると思うんですけど、客観的にいろんな方の意見大事じゃないですか。なのでぜひコンサル、公開処刑コンサルコラボお願いします。そして皆さんもぜひコメント欄にこういうのが、あ、ハチドリこういうのが見たいとかあったら、そしてダメ出し公開処刑、ぜひコメント欄お待ちしております。どう見たの。はい、そんな感じで、じゃあチャンネル登録お願いします。3、2、1、ログインしよっか、まずね、まずログインしよう。そしてどのアドレスだったかな、ね、パスワード何だったかな、わかるよ。はい、じゃあログインする時間作ります。ドン引き。はい、それではログインできたよね。じゃあポチッとお願いします。信じてるからみんなのこと、そしてチャンネル登録してくれた、なんかね、モチベーションになるので、ぜひ、はい、よろしくお願いします。というわけで、また夏に、日本に戻りますので、その時までね、いろいろ吸収してまた戻ってきますので、引き続き応援よろしくお願いします。アイジでした。ドン引きされてこー。